はい、こんにちは、116インズです。皆さん、来週10日それから11日はいよいよ MLB ドラフトということで、今年はまだ開幕すらできていない状況ではあるんですけれども、久々に MLB の話題で盛り上がれるようなイベントが近づいてきました。で、今年のドラフトは少し変則的なルールで行われるんですけれども、そもそも MLB ドラフトどういったルールで行われているのかといったところをですね、今回の動画では説明していきたいなと思っております。はい、まずは基本的なルールを見ていきたいなと思っております。 MLB ドラフトですね、通常の年であれば30球団で40巡行う非常に長いドラフトとなっております。ですので30球団 ×40 巡ということを考えると、最低でも1200人もの選手が MLB ドラフトで指名を受けるということになっているんですけれども、今年はですね、コロナウイルスの影響でこの40巡が大幅に縮められて5巡のみ行うこととなっております。またサイン盗み問題の影響でアストロズが1巡目と2巡目、それからレッドソックスが2巡目指名をそれぞれ剥奪されることとなっておりますので、その分の指名権はなしとなっております。で、指名の順番は完全ウェーバー制となっておりまして、これは成績の悪いチーム、前年の成績が悪いチームが順番に指名を行っていくという体験になっております。まあ、日本のドラフト会議ですと1巡目はくじ引きを引いたりですとか、また奇数のラウンドは前年の成績が良いチームから指名したりということをやってると思うんですけれども、MLB に関してはもう完全に弱いチームから順に指名を行っていくということをやっております。で、指名の対象となるのはアメリカ、カナダ、プエルトリコ、そしてアメリカ領に在住している選手で、かつ高卒の選手か、あるいは4年生大学で3年以上在学している選手、または21歳以上か、あるいは短大に在学している選手が指名の対象ということになっております。まあ、この辺はですね、日本とあまり変わりはないのかなと思いますね。基本的には学生を対象としてドラフトを行うということになっております。で、ここまでが基本的なルールになるんですけれども、先ほどですね、完全ウェーバー制ということで前年の成績が悪いチームから指名を行うという説明をしたと思うんですけれども、実はですね、上位のラウンドは必ずしもそういう風になっているわけではなくてですね、ちょっと特殊な指名がいくつかあるんですね。で、こちら左側の表が Wikipedia から引用してきたドラフトラウンドの表になるんですけれども、例えば1巡目の次そのまますぐ2巡目に入るのではなくて、ちょっと特殊な指名がいくつか挟んでおりまして、ここで言うと QO 補完指名ですとか戦力均衡ラウンド A というものが該当するんですけれども、ちょっと特殊な指名がいくつか挟んであるんですね。で、こういった指名大きく分けて3つありまして、クオリファイングオファーの補完指名と戦力均衡ラウンドと、それから入団拒否選手に対する保証の指名、大きく分けて3つですね、ちょっと特殊な指名がありますので、これをですね、一つずつ順を追って説明したいなと思います。ではまず一つ目はクオリファイングオファーですね。そもそもクオリファイングオファーってなんだよと思う方もいると思うんですけれども、これはですね、 FA となる選手に一度だけオファーできる制度となっておりまして、 MLB 上位125選手の平均年俸額の1年契約を FA となる選手に対して提示することができるんですね。で、選手側は提示されたクオリファイングオファーを受けるか拒否するか選べるんですけれども、拒否した場合はそのままフリーエージェントとなるんですけれども、クオリファイングオファーを受けた選手が他球団と契約した場合、もともと所属していた球団はドラフト指名権を受け取ることができるんですね。で、どういったドラフト指名権を受け取るかは、そのチームが贅沢税の対象なのかですとか、あるいは選手がどういった契約をしたのかによって、左右されるんですけれども、例えばコーンオフ、ゲリット・コールを失ったアストロズの場合、アストロズは全体72指名と、それからヤンキースの50名指名を受け取ることとなっております。クオリファイングオファーを受ける選手はやはり主力選手であることが多いですので、そういった主力選手を失うことによる、損失を少しでも抑えるためにドラフト指名権を保証で受け取れるような制度となっているのが、このクオリファイングオファーというものですね。はい、続いてが戦力均衡ラウンドですね。これはチームの市場規模またはチームの収益が下位10球団のチームが受け取ることができるようなドラフト指名権となっております。どうしてもですね、マーケットが小さい都市でプレーしているチームですとか、あるいは単純に収益が低いチームですと、なかなかお金を使ってチームを強化するということが難しいですので、そういったチームとそれからお金のあるような球団との戦力格差が起こらないように、ドラフトでそういったチームを優遇することで戦力差を縮めようという趣旨がこの戦力均衡ラウンドに込められています。で、ラウンド A とラウンド B がありまして、どっちに入るかはそのチームの勝率ですとか、あとは収益によって考慮されて決まるみたいなんですけれども、今年のラウンド A はオリオールズ、パイレーツ、ロイヤルズ、ダイヤモンドバックス、パドレス、ロッキーズ、インディアンス、それからカージナルスがラウンド A に該当しまして、
ラウンド B がマーリンズ、タイガース、レイズ、ブルワーズ、レッズ、それからツインズというチームがラウンド B に該当するんですけれども、ただこの戦力均衡ラウンドの指名権というのは唯一ですね、トレードすることが可能な指名権となっておりまして、その影響でラウンド A のカージナルスの指名権はレイズに移っていますし、またラウンド B のレイズの指名権はカージナルスに、ブルワーズの指名はマリナーズに、そしてツインズの指名はドジャースにそれぞれ移っています。たまにですね、MLB のトレードでドラフト指名権がトレードされたという話を聞くと思うんですけれども、それは全てですね、この戦力均衡ラウンドの指名権ということになってるんですね。そして最後が入団拒否選手に対する保証の指名ですね。日本でもたまにドラフト指名を受けたけれども、そのチームに入団しなかったという例がいくつかあると思うんですけれども、当然ですね、アメリカでもそういった例はありまして、まあ、契約に折り合いがつかなかったとか、あるいは行きたいチームではなかったとか、まあいろいろな理由はあると思うんですけれども、ドラフト指名を受けたチームに入団しないというケースはたびたび見られますね。で、仮に指名した選手がそのチームに入団しなかった場合、特に上位指名ですとものすごい損失を被ることになってしまいますので、その保証として翌年のドラフト指名権を受け取ることができるんですね。で、1巡目2巡目の選手が指名したけれども入団しなかった場合、その全体順位にプラス1した順位の指名を翌年のドラフトでもらえることとなります。例えば2018年のドラフトですと、ブレーブスが全体8位指名でカーター・スチュアート・ジュニア、現在ソフトバンクでプレーしていますけれども、を指名したんですけれども、結局契約面で折り合いがつかずにですね、まあ、入団しなかったということで、ブレーブスはですね、翌年2019年のドラフトでこの全体8位にプラス1した順位の全体9位指名を保証として受け取ることができました。で、3巡目の選手が入団しなかった場合は、3巡目の指名が全て終わった後に補完ラウンドということで、まあそういったチームに対して保証がされるということになっているんですけれども、まあこういった制度を設けることで、少しでも選手が入団しなかった時のリスクを緩和しているということになりますね。はい。で、ここまでは指名権にまつわる話をしてきたんですけれども、ここからはお金にまつわる話をしていきたいなと思っております。実はですね、 MLB のドラフトでは各チーム選手の契約金に使えるお金に上限が定められていまして、というのも10巡目までの各指名に関しては評価額が設定されていまして、で、各チームはその評価額の合計、持っている指名権の評価額の合計までを選手の契約金に使うことができるようになっています。で、この各チームが保有する評価額の合計がボーナスプールと呼ばれるものですね。で、基本的に選手の契約金というのはその評価額をベースに決められることが多いんですけれども、ただボーナスプールの範囲内であればどのようにお金を使っても自由ということになっていますので、例えば1巡目の指名の選手の契約金を抑えてもっと下位の選手の契約金を増やすということもできますし、逆もまた可能となっています。で、このボーナスプールが非常にドラフトの中で重要となってくる要素となっています。で、これも重要なんですけれども、指名した選手を契約できなかった場合、その指名の評価額分だけボーナスプールが減額されることになりますので、これもまたチームのドラフト戦略に影響を与える要素ですね。で、ちなみにボーナスプールを仮に超過してしまった場合、契約金の合計が超過してしまった場合、どの程度超過してしまったかにも応じてペナルティが課せられることになっておりまして、そこまで超過していなければ罰金程度で済むんですけれども、かなりの額超過してしまうと翌年のドラフト指名権を剥奪などの、まあ、非常に重たいペナルティが課せられる場合もあります。なので、こういったボーナスプールという制度がある結果、良い選手を単純に上から指名していけばいいわけではなくて、ボーナスプールの範囲内でいかに最大の価値を得るかというところが非常に重要な要素になってきます。なので、誰にどうお金を使うかの戦略が非常に大事になってきまして、例えばもうドラフトに関しては後がない大学4年生を本来の実力よりも高い順位で指名して、で、その分契約金を抑えることで、逆に契約金の関係で他球団がパスした選手を下位で取るという戦略も取れますので、まあ、そこのですね、ボーナスプールをいかにうまく使うかっていうところがチームの腕の見せ所というところになっていますね。また先ほど指名した選手を契約できなかった場合はボーナスプールからその分だけ減額されるという話をしましたけれども、選手と契約できなかった場合、その順位の指名が無駄になるばかりでなくて、他の順位の指名にも影響を与えてしまう可能性がありますので、サイナビリティ、契約できるかというところもまたドラフトにおいては非常に重要な要素になってきますね。例えば高卒の選手で素晴らしい選手がいたとして、まあ、大概そういった選手には大学へのコミットメントがある場合が多いんですけれども、どれぐらいの金額を払えば大学進学ではなくてプロ入りを決めてくれるかというところも大事な要素になってきますし、またあまりにその金額が高い場合ですとか、あるいは大学へのコミットメントが非常に強い場合などでは、そもそも指名しないという選択肢もあると思いますので、
ここの判断をどうチーム側がつけるかってところがまた重要な要素になってきますね。なので現行の MLB ドラフトでは非常に戦略性が求められていますので、各チームのドラフト戦略どういう風に考えているのかなども考えながら見てみると面白いかもしれませんね。では最後に今年のドラフトで上位指名が予想される5人を紹介したいなと思っております。で、私自身そんなにプロスペクト詳しくないので、今回の MLB.com のプロスペクトランキングの上位5人を引っ張ってきただけなんですけれども、まあ、こういった選手上位指名が予想されているというところで、ちょっと頭の片隅にでも入れてもらえればなと思います。で、MLB.com のリストに関しては概要欄にもリンクを貼っておきますので、まあ、他の選手も見てみたいという方はぜひそちらもご覧いただければなと思います。で、まず一人目はアリゾナ州立大学のファースト、スペンサー・トーケルソンですね。トーケルソンは右の長距離砲として期待されている選手で、将来的にはメジャーリーグの主軸も任せられるような選手になるのではないかというふうに期待されていますね。で、一部メディアでは全体1位という声もあるんですけれども、ただファーストというところが少々ネックかなというところですかね。ただ非常にバッティングのいい選手ですので、活躍は期待できるのかなと思いますね。で、二人目はバンダービルト大学のオースティン・マーティンですね。打者としての能力は今ドラフトの中でも屈指の存在というふうに言われている選手で、リードオフとして非常に期待ができるのではないかというふうに言われている選手ですね。で、ポジションがサードと外野ということになっているんですけれども、おそらくプロでは外野でやっていくのではないかなという感じですかね。で、3人目はテキサス A&M 大学のエイサ・レイシー。最速97マイルの速球と、それからスライダーで打者を圧倒することができるので、まあ、エースポテンシャルの持ち主というふうに言われているんですけれども、ただ少々コマンドに難がありますので、まあ、大学生の投手としては少々リスキーなのではないかというふうな声もありますね。ただ持っているものは今ドラフトの中でもピカイチの投手かと思います。そして4人目がジョージア大学のエマーソン・ハンコックですね。こちら先ほどのレイシーよりかはエースポテンシャルとしては落ちる部分があるんですけれども、ただ最速99マイルの速球に加えて、まあ、2つの変化球がありますので、先発としての完成度はどちらかというとハンコックの方が高いかなというところですかね。で、昨年の後半に怪我をしてしまいまして、ちょっと評価を落としているところではあるんですけれども、ただトップ5は硬いのかなと思いますね。そして5人目がニューメキシコ州立大学のニック・ゴンザレスですね。ゴンザレスは小柄ながらも打撃センスがかなりいいものを持っている選手でして、大学生のトッププロスペクトが集まるケープコッドリーグで昨年 MVP に輝いた選手ですね。で、現在ブルワーズでプレイするケストン・ヒグラと比較する声もありますので、まあ、そういったコンタクト重視の選手になっていくのかなというところですかね。で、パワーにも開花の兆しが見られるという話がありますので、もしかしたらもっとスケールの大きい選手に成長するかもしれませんね。ということで今回ドラフトについて話してきましたが、いかがだったでしょうか。ドラフトは未来の MLB を背負って立つような選手たちが誕生する瞬間ですので、まあ、今からですね、楽しみなイベントですね。で、ドラフトの様子については MLB.com でも中継されるみたいですので、まあ、もし時間がある人は生で追ってみるのもいいかもしれませんね。ということで今回の動画は以上となります。また今後もですね、 MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。